はい、さい。はい、ということでですね、今回は、巨人軍純正だからこそ知ってる大竹貫投手の強さをお伝えしていきたいと思います。はい、皆さんね、大竹貫投手について、どのような印象を持たれてますでしょうか。まあ、こう聞かれた時大体の人はね、こういうふうに言うと思います。何の印象もない。これがね、これが大竹投手のまあ素直なところかなと、感想かなと思います。はい、ただね、今回はね、大竹投手強いんですというところ本当にねお伝えしていきたいんです。はい、まあね、まず能力見ていきましょう。これが大竹投手の球種になっております。どうでしょうか。特にね、強いボールがないように見えるじゃないですか。なんですが、この中で一つ強いのがありまして、それがバルカンチェンジという球種になります。これね、何なのかと言いますと、まあ要はサークルチェンジみたいな感じで落ちてくるボールなんですけども、じゃあこれの何が強いかっていうと、はい、このバルカンチェンジなんですけども、実はですね、低めも高めも全く同じ変化量で落ちるんですね。そうなので、大竹貫投手ほとんど当たったことがない人が多いと思います。なので初見殺しでですね、ゴロを量産できるんですね。これがめちゃくちゃ強い。まあでもね、言っても変化量3でしょって、3しかないでしょって思ってる方もねいると思うんですけども、実は特殊能力でタイピンを持っております。なのでこのタイピンがねついた時の変化量がまためちゃくちゃ大きくなるので、それでゴロを量産できるというわけなんですね。ちなみにタイピンついた時の変化量がこちらです。はい、これがね、タイピンついた時の変化量になります。どうですか、これだけね落ちるんで、結構空振りはね取れないんですけども、ボールの上っ面叩いちゃうんですよ、これで。そう、それが本当にめちゃくちゃ強い。これだけ落ちるんですよ。この変化量でねゴロを量産できますので、ぜひね試合で使ってみたいと思います。それでは早速いきましょうか。レッツゴー。なんか早速モサ来たよこれ。いや、やばいね。まあでも一応モサだから、これでもし大竹投手で打ち取れたらナイスヒットですね。やっぱさすがだな。そう、もし抑えられたらなかなかいい検証のね結果になると思うんで、ちょっとそこまで頑張っていきたい。一応今村投手でいけるとこまで行って、もうどうしようもなくなったところで大竹投手で行きたいなと思います。カットカット挟みながら行きましょうか。では行きましょう、頑張ります。おい、ゲッツー取ってくれよ。アビー、アビー、ナイス岡本。あー、うまい、さすがだわ、さすが。さあ行きましょうか。大竹投手1、2塁ということでタイピンも出したいので、ここでちょっと変えましょう。大竹投手行きます。さあ頼んだぞ大竹、行ったれ行ったれ。さあまずはタイピンか。うーわ、出ないか、出ないか。まあでも大丈夫、その時のための申告敬遠っていうのがあるんですから、これがねいいところですよ。ということでタイピンお願いしますよ。タイピンお願いします。タイピン出ないと、オッケー、全出ししていく。能力もがっつりがっつり下げていく。でこれなんですけども、まずこの高さ、嘘でしょ。うわー、消えるなよ、頼むよ、消えないでくれ。あー、全部消えていく。しかもうわ、でもこれも行くしかない、満塁。ちょっとじゃあ一回攻め方変えまして、ちょっと一回様子見でシュートを投げていって、ありゃ？ありゃ？まさかの？あれ？これバルカンチェンジの動画なんですけども、なんかたまたま抑えられましたね。あ、ラッキー。まあ、こういう抑え方もあるんだということで、まあ、ちょっとね、今のは見せられなかったんですけど、ちょっと2イニング目もそのままいきます。ちょっとこのまま終わるわけにはいかないんで、ちょっと2イニング目もそのままいかせてください。さあ、2イニング目いきましょう。もうこれタイピンついてないけども、さあバルカンチェンジ、このね高めの高さから投げると、さあ初見どうなる。ほら、あー、まあヒットですけども、まあヒットですけども、相手にもタイピンついてなくてもこうやってゴロを出すことができるんですよ。だからやっぱ思った以上に落ちてるんですよね。わ、だからこそね、やっぱタイピンついてる状態でもう初見で投げたかったんですよ。オッケー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 。
さあこれでタイピンついた状態で投げるとどうなるか。さあモサ打てるのか。もうバルカンチェンジ見せてるよ。見せた状態で高めからよいしょー。うわーゴロ打たしてんだけどなー。ゴロ打たしてなきゃ、やっぱね、うん、落ち幅なんとなく理解させちゃったんでね、もう見せちゃってんで、逆にね、この高さから投げてみようか。ボールからストライク。ほらほらほら、見送るんですよ。だから、やっぱり思った以上に猛者の人も、え、こんな落ちんのって今ちょっとびっくりしてると思うんですよね。そう、これがね、今回のこの動画のね、趣旨なんですよ。ぜひ皆さんに見せたかったところ。うわぁ、ちょっとね、まあでもしょうがないですね、こればっかりは。まさかねシュートで抑えられるとは思ってなかったから。さあもう一回いきましょう。じゃあこの微妙な高さからのシュートで、さあどうなる。さすがにちょっとやばいかな。わあほらゴロにはできてるのよ。ゴロにはできてるんだけど、もうちょっとさすがにきついかな。2試合目いきたいと思います。ちょっとこの試合はもう他の都市で頑張っていきたいと思います。じゃあちょっと2試合目いきましょう。はい、あれからだいたい3試合ぐらいですかね、投げて大竹投手の体力の回復を待って、今、ようやく2回、ワンアウト1、2塁で大竹投手のいい場面が来たので帰って、さあタイピンついていく。いきますよ、バルカンチェンジ。このね、思い切ってストライクからストライクに投げる高さの方がいいかなと思っております。あ、見送るんかい。見送ってもしまうとちょっとね。さあどうしようかな。じゃあ外角の、じゃあボールからストライクになるような高さでいってみましょうか。さっきね、さっき見送った猛者の方が見送ったこの高さから、あ、来た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 、これこれこれなんですよ。これが見せたかった、これが見せたかったのよ。ずっとこれでね、もう見事に一気に試合を終わらせてしまうことができるという、まあまあまあ魔球ですね、これ魔球です。はい、ということでいかがでしたでしょうか。まあね、残念ながらモサにはヒット打たれたんですけども、最初からタイピンついてればね、また違った結果になったんじゃないかなと思うし、まあ2試合目のあのゲッツーもうね完璧でしたね。あれが決まると本当に気持ちいい。ゴロがね面白いように取れるピッチャーなので、ぜひね持ってる人は使っていただきたいなと思います。では最後にね、大竹投手のメリットとデメリットを簡単にね述べて終わりたいなと思うんですけども、まずメリットがですね、ほとんど大竹投手と対戦する機会がないので初見殺しで打ち取ることができ、ここぞという時にゴロでゲッツを取ることができる。これがね最大のメリットかなと思います。で次にデメリットなんですけども、ワンポイントでしか投げられない。まあ、2球目からはねちょっと変化量分かってしまうと対応されてしまうかなというところが大きいですね。で2つ目にですね、タイピンがつかないと、まあまあしんどい。つかなくてもね、まあ、正直抑えられはするんですけども、まあやっぱついてなんぼかなといったところは正直なところですね。ということでですね、今回は大竹投手の強さについて見てまいりました。もしねこの動画が面白かったよという方は、ぜひね高評価とチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。また今度はね違う投手でやっていきたいなと思いますので、その時また見に来てくれると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。あざしゃ。